朝6時頃なんですけど、霧で真っ白です。何も見えない。これから名水百選にも選ばれている天然水が無料で持ち帰ることができる場所に行きたいと思います。羊蹄山から湧き出すお水が汲めるそうです。吹き出し公園に来ました。ここは道の駅と一緒になってるみたいです。今朝の9時前なんですけど、人も少なそうなのでのんびりお散歩してみたいと思います。道の駅が入り口にあるあの茶色い建物で、駐車場はこんな感じで広めです。でトイレがこちらです。裏が公園になっているのですごい気持ちのいい場所です。水辺の近くに行くとすごい気温がぐっと下がってすごい涼しかったです。じゃあこれから倶知安町の方に向かいたいと思います。今、三島さんの芝桜庭園っていうところに向かって歩いているところです。今は時期じゃないので芝桜は咲いてないんですけど、黄色い花が一面に咲いてました。ここは個人のご自宅のお庭らしくて、それを無料で開放してるらしいです。時期にはすごい一面芝桜が咲くそうです。
場に来ました。ここはピザが美味しくて有名らしいです。あとミルク工房の方もあるので、そちらではアイスクリームとか、あと飲むヨーグルトとかシュークリームなんかも有名みたいです。昨日ピザが食べれなかったので、ここでピザを食べたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。
ピザは釜で焼いたのか、すごい生地がパリパリで美味しかったです。平日ということもあり、お昼12時ぐらいに行っても混んでなくて良かったです。ここ雑貨屋さんも入っていて、手作りの作品がたくさん並んでいました。ここのシュークリームとチーズタルトが有名らしいんですけど、私はシュークリームを食べました。クリームがトロトロで液体に近いような感じのクリームでした。道の駅ニセコビュープラザです。道の駅が今見えているところで、駐車場がこのくらいの広さになってます。で、道路挟んで右手にちょっと飲食店が並んでいます。直売所で、真ん中にある丸い建物が情報センターになってます。で、左側が廊下があって、ここがトイレになってます。道の駅にこんな写真がありました。これいろいろニセコのことについて詳しく載ってたんですけど、個人的にニセコはずっと来たかった場所なので来れて嬉しいです。ただ天気がね、曇り、雨は降ってないんですけど、ずっと曇ってて綺麗な幼稚園さんは見えませんでした。ニセコはスキー場が有名なんですけど、世界各国からいろんな方が来るみたいです。オーストラリアの人が多いのかな。ニセコちっちゃい町なんですけど、温泉がこんなところにあって、これにもいくつか載ってました。
行こうと思っているのはこのニセコの駅前の温泉になります。ここ地図でたまたま見つけたんですけど、道の駅から割と近くて、で料金が500円で入れるのでお安い感じです。で明日はここのこっちの温泉に行こうと思ってます。ダチョウ牧場に来ました。ここはダチョウが飼われていて、ちょっと右奥に見えるんですけど、100円で餌やりができるらしいです。餌が1袋100円で買います。このパイプのところに餌があるんですけど、結構な勢いなのでちょっとやめときます。コロナ禍だったけど、雪めちゃくちゃ積もって、うん、こんな積もるんですか。やっぱり冬になったら雪、うん、そう、こうあのバスの屋根まで、そして全部雪、雪山、ね、あれがお客さんが少ないけど、はい、お客さんって言ってもらったやっぱ足なってた。そうそうそう、でも私教えてないから、あの私が自分たちが覚えた。ダチョウ牧場行ってきました。ダチョウがこんなに近くで見られたのは初めてで、すごい結構迫力がありました。温泉に着きました。ニセコ駅のお向かいにある温泉です。すごい可愛い駅です。今日のご飯はサツドラで買ったサラダと野菜ジュースと、あとこのビールチーズマンを温めてます。あとちょっと気になったこの堅揚げポテトも買ってみました。今日ずっと天気悪くて見えてなかった羊蹄山がやっとてっぺんが見えました。道の駅にあるルピシアのお店に行ってきました。もう私紅茶のソフトクリームが食べたくて行ったんですけど、ここのお店にはなくて、店員さんに聞いたらこっちの直売所の方ならやってるって聞いたので、そっちに行ってみたいと思います。このブティックっていう方のお店らしいです。なんで場所がこっちの方かな。道の駅から車で20分ぐらいのところだそうです。道の駅で教えてもらったルピシアのブティックの方に来ました。
お迎えがこちらレストランみたいです。ニセコ昆布温泉ホテル甘露の森に来ました。ここは日帰り入浴をやっているホテルで、雑誌の方にも半額のクーポン券があるホテルです。まだお昼頃なんですけど、今日はこれから移動するので早めに温泉に来ました。目の前にありました。明日シャコタンの身丼を食べに行こうと思ってるので、明日に備えて今日は早めに寝たいと思います。
本当は鴨屋内の道の駅に売ってるホッケバーガーを食べてみたかったんですけど、道の駅の営業時間内につけなかったのでもう閉まってしまいました。なのでこの昼間買ったルピシアの紅茶のメロンパン、ちょっと潰れちゃったんですけど紅茶のメロンパンを食べます。この紅茶のメロンパンめっちゃ美味しいです。紅茶のお菓子って結構香りが弱かったりするんですけど、これはねすごい濃くてめちゃくちゃ美味しい。もう一個ぐらい食べたい